面倒を見てくれる村があるという。訪れたケンシロウ一行の目にしたものは花が咲き水も豊富にある天国のような光景であった。ほう、この村で子供たちの面倒を見てくれてるんだ。ただしこの村を狙っている野党たちを追っ払ったらっていう条件付きだけどな。ほうほう、そうか、そうか。モミよ。はい。でももう花なんて咲かないと思ってた。あら、そう。あなたが新しい用心棒ね。はい、本当は。私はマミヤ、この村のリーダーよ。ほう。野党が現れたら頼むわ。はい。すぐ地獄行きにならないようにね。いや、天国かもしれないよ。なんだ。あれはお前の女か。違う。野党どもにくれてやるには惜しい女だ。俺の名はレイ。覚えておくがいい。はい。ケン、あの人の目は人を助けるような目じゃない。分かっている。大変だ、野党の奴らが。あら、そう。え、いきなり。なんだお前、邪魔しようってのか。言っとくが俺たちは強いんだぜ。ならば最初に死にたい奴から前に出てみろ。ふっ、終わったー。わざわざ当たりに来てくれてありがたい。あー、たった終わったー。してくそ、さあ子供か。終わったー。おおおよし。おおおおあー、たった あれ、いいですよね。あっちゃあっちゃあって、うん、うん、あっちゃあ、終わった、終わった、あっちゃあ、終わった、終わった、まだ来んのかよ。ほら、おおおあーたおわったあーたってほおおおおおとりあえずこいつを倒すか。おわったあーたおわったうわった。よし、ほら、いいね。こいつ化け物か。そりゃお前らだ。あんた、いいところに来た。あの化け物見えてる。気が変わったのでな。俺はなんと水長剣。俺はなんと水長剣。慌てるな、すでにそいつは殺してある。えっ、かっけえ。へっ、なキス北斗神拳。お前何を見ていたんだ、さっきから。だから寝返ったんじゃないのか。ただの用心棒とは違う。違いますよ。あの男たちは一体北
都神決定勝者ケンシロウだ。まさか北斗神拳を使う男に会おうとはな。なんと水長拳を使う男、レイと言ったな。なぜ奴らを裏切った。奴らとお前では勝負は見えている。俺は強い方に寝返っただけだ。なぜそこまで。ブリブリザイモンみてえだな。胸に7つの傷を持つ男を見つけ出し、この手で殺すまで俺は生き延びねばならん。ええ、すぐそこにいますよ。胸に7つの傷。大変だ、また奴らが。またかよ、めんどくせえな。貴様ら、よくも我が一族の血を流してくれたな。我ら騎馬一族に盾つくとどうなるか教えてやる。どうなるの。これを見ろ。誰だ。みんな来ちゃダメだ。殺すんなら早く殺せ。あれは奴ら。こう誰だ。勝手に行くぞ。待ちなさい、あなたたちが敵う相手ではないわ。確かに出て行けば奴らの思うつぼ助けに行くことは私が許しません。マミヤさん、よく見ておけ、これがお返しだ。ゴー貴様らも、あいつと同じように激立ってやる。覚悟すればけ。あっそ、覚悟するのはお前たちの。そうだそうだ。確かあの女の冷徹さを変える。あんたに何がわかる。コウは間宮さんのたった一人の弟なんだ。なんだって。何。兄弟か。またザコどもとお相手しなきゃいけないのか。まあいいだろう。俺たちのテリトリーに入ってくるとはバカな野郎だ。さっさとかかってこい。さっさとかかってこい。そんなこと言って後悔するんじゃないぞ。兄弟たちの痛み面白い。はいはい。終わった。ほら、よし。楽勝。あ？どうやらとんでもない化け物が混ざっているようだ。バケモン。そうだ、獣並みの力とスピードを誇るマダラの攻撃をかわせるかな。うってこの野郎。ほら、少しは骨がありそうだ。終わった。終わったー。チッザ子供が。なんで、大したことないじゃないか。お前たちなど俺の敵ではない。確かに。
あれはレイ。レイ。やつも来ていたのか。だがなぜ。貴様、お前が村に潜入し戦える者を殺す手はずだったはずだ。臆病風に吹かれたか、裏切り者め。貴様らごとき俺の前ではゴミ屑同然。確かに。それに今日はなぜか貴様らを殺したって仕方がない。いいね。我ら異媒一族をただの組織と思うな。見せてやる。狼の群れのごとく統率された無敵の集団殺人剣、火山軍狼剣。あっそ、よく喋る狼だ。貴様に、いつの間に。俺を助けるつもりも手出しは不要。そんな気はないが、二人の方には仕事が。さて、行くか。え、いいよケンシロウで。ここは俺に任せておけ。そうだ、ここは俺に任せておけ。なんだ貴様らのその余裕は。俺が殺されに来た者の態度か。ならば早くかかってこい。死ぬのは貴様らだ、じゃないのか。火山軍論剣の恐ろしさをこいつらに教えてやれ。はいはい。どうした。あっちゃー、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 あっちゃー。もう終わりか。コンビニ行ってくる。ちょっとコンビニ行ってくる。ってか行って終わった。こいつ当たんねー。あーたたたたたた、終わった。よし、これやるしかないな。行って、あーたたたたた、終わった。よし、あっちゃー、終わった、終わった。終わったー。よし、あれしつけえなこいつら、マジで。しかも攻撃当たりずれんだよ。終わっちゃー、終わっちゃー。あれ終わったー。あーたたたたたたた、終わっちゃー。ふぅー、いって、よし、よし、終わった。見られば。まだ来た。あーたたたたたたた、いて、プシュッじゃねえ。終わったー。いて、あーたた、いて、間違えない。くそ、足らねえ。終わっちゃー。いて、終わったよし、これで終わりかな。軍狼剣か。子供だましだな。確かに。貴様ら、なんだ。そこまでだ。よくもわしの可愛い息子たちの血を流してくれたな。ケン、レイ、マミヤ、マミヤ、ごめんなさい。私、コウの仇を。この女だけではないぞ。見ろ、なんとの男。なんだ？あれは、アイ。その声は、兄さん、兄さんなの。連れ去られたはずのお前が。なぜここに。本当にね、
なんとの男、貴様の弱点は分かっている。妹を人質に取られると何もできんふぬけだそうだな。レイはきついな。本気で来なければ命を落とすぞ。死ぬのは貴様だ。おうおう、いて。ひょうひょう、終わった。ひょうおうおう、あった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 、終わった。来いや。ヒョウヒョウ、終わったー、終わったー、終わったー、ヒョウ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 、終わったー。死ね、終わった。ナントのやつってみんなナント政権の人使えるんかね。シンとかサウザーとかも使えるんか。シャウブシュッ。やはり相打ちか。名演技だな。都合よく二人とも死によったわ。そいつはよかったね。わしの切り札の方が強かったようだな。レイ兄さん、どれ、奴らにとどめを刺してやるか。あなたが…兄さん…なぜ…なぜって…叩きつぶ
してくれるわ。それはどうかな。 やめて。ドア。二人は返してもらうぞ。敵を欺き活路を開くのも我らが憲法の王。戦いの前の構えは互いの飛行をつき仮死状態になる合図だったのだ。よくもわしを騙しおったな。でもこれタイミング悪かったら殺されてるよね。まあいいや。これでお前の切り札はなくなった。お酒。おお、終わった。終わった終わった。あれ、もう終わりか。早いな。わしの本当の切り札を見せてやるわ。ああ、なるほど。第2ラウンドってやつか。火山公害古法。火山公害古法で鋼鉄と化したわしの体には傷一つつけることはできんぞ。鋼鉄か。ねえ、面白い。おおおお、何聞かない、聞かない、あと聞くじゃない。おおおおお、あーたたたたたたた、終わった。やべ、聞かない、どうしよう。おおおお、やばい、どうしよう。どうやって、背中が弱い。あーたたたたたたた、ちょ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 、くっそ、やばい。つか水れ、おい、ちょっとこっち来い、こっち。そう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 。さーて、ちょっと背中向けよ。くそー、うぜえ。あーたた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 た、終わった。あっちゃー、終わった。あれ、ミスった。やべー、マジか。おお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 お、あれ、マジか。おおおおおおお、あれ、マジか。めんどくせー。くそ、うぜえ。おれ、くそ、めんどくさいな、こいつ。ほら、あれ、くそ、やっていかれ。おおお、ほら、あっちゃー。終わったー。ほうおお、大胸筋という飛行をついた。もはやお前の筋肉はブヨブヨの脂肪に過ぎて。何を、ブヨブヨ。バカ、そんなバカな。言っておくが、お前の命はあと5秒だ。残された時間、念仏でも唱えるんだな。マジか。
山梁山はあ、ゼロだゼロだ、そういうことかよ。いや無理だろ。だって薬浴びたんでしょ。頭飛行の問題じゃないと思うんだけどな。まあいいんだけどさ。行くと三回剣。賢明という飛行をした。もうすぐ兄さんの顔を見ることができる。あらすごい。話した。お前は胸に7つの傷を持つ男を探していたのだったな。そうだ。その男は幸せの絶頂にあった愛理をさらい、俺の両親を殺したのだ。俺の胸にも7つの傷があるとしたらどうする？何？お前の胸に7つの傷。これは、これは兄さん。タイミングいい。その目を見えるの。まだぼーっとだけど兄さんの顔が見える。アイリー、ケン、これはお前がアイリーを連れ去った本人だと言って、信じはしない。レイ、アイリ、お前を連れ去った男の顔を覚えているか？あの男の顔はわからないわ。いつもヘルメットをかぶって顔を隠していたの。じゃあいいか。やはり、ケン、その男はもしお前の名をかたる。まさか、まさか。あ、ここで終わりじゃないのか。聞いた話によると騎馬一族が全滅したそうだ。なんだって？一体誰が？なんでも胸に7つの傷を持つ男、確か。おい、お前。出た。いきなり何を？確かに俺の名を言ってみろ。あんたの名前など知らない。助けてくれ。知らんのか。そうか、じゃあ死ね。いいで。おい、お前はどうだ。この傷を見ればわかるだろう。お、思い出した。確かケン、ケンシロウ。お前知ってんのか。そう、このお方こそ北斗神拳唯一の伝承者、ケンシロウ様だ。お前よく思い出してくれたな。は、はい、それはもう あなたは有名ですから。そうか、お前も死ね。ひで。そんな。よーく覚えとけ。この方はケンシロウ、ケンシロウ様だ。怖い。はい、ということでですね、まあ、今回も、まあ、世紀末シアターお楽しみください。それではどうぞ。ケンシロウ、どれぐらいだ。説得できたらお前は助かる。ならこれではどうだ。